はいどうもチョビツキーズの俊介です。今日もチョビツク剣丼 A かえということで始まりましたヴァンフォーレ甲府勝手にレポート。本日の試合はですねこちら第27節ですね、7月16日18時キックオフの水戸ホーリーホック戦になります。ホーム、まあ、2連戦ですね。ホーム2連戦だったかな。まあ、その前にですね、まあ、その間にか天皇杯のトス戦を挟んでまして、まあ、トス戦とでその前の秋田戦は、まあ、2試合連続3得点取れてるというところでね、まあ、メンバーは変われど、まあ、課題だった複数得点はここ2試合の公式戦では、まあクリアできたっていうところなんですけど、まあ、それを継続しなければっていうところではありますよね。まあそんな中行われた試合だったのですが、結果は1対1のドローということになりましたね。先制したんだけど追いつかれて、結局また複数得点を取れずにっていうところ、課題がただいましたよっていうね、ただいま課題っていう感じですけども、そんな本日の試合の評価は、まあ、5.5 とさせていただきました。まあちょっと内容はね、まあ良くなかったですから、ちょっとね、まあまあまあいいや、細かいことはこの後、また説明していければと思います。はい、まずメンバー、まずここですね、まずメンバー、ここがもう、一つあれですよね、肝となったというか、まあ、ちょっとトップチームの選手2名がコロナ陽性が出てしまったっていうところで大幅に変えなきゃいけないっていうところでしたね。また多分ベンチの選手とかも見ると濃厚接触とかも多分その選手の中に含まれている、2名だけが試合に出れないわけじゃなくて、そのやっぱり濃厚接触者もちょっと様子を見なければいけないっていうことになってだいぶメンバーが変わったっていうところなんですけど、まあ、まず3バックは、まあ、ここはね、比較的に長いことをやっているメンバーだったんでいいんですけど、まあ、サイドと、あとボランチもですね、松本選手、山田選手っていうのが、まあ、秋田戦、そして天皇杯の鳥栖戦でもだいぶ躍動したので、まあ、ここは、まあ、山田選手とね、ま、松本選手の組み合わせは秋田戦だったかな、だったんですけど、だからね、ここは心配なかったんですけど、まあ、前線シャドウですよね。まあ、内藤選手、宮崎選手っていうところで、まあ、やっぱり内藤選手、ここが、まあ、チョイスとしては飯島選手もあったと思うんですけど、試合後のインタビューを聞くと、まあ、吉田監督は、まあ、その鳥栖戦でこうダメージを受けた選手、まあ、そのダメージがメンタル的ダメージなのか、その肉体的その疲れとかっていう意味なのかちょっとわからないですけど、まあ、そういうダメージが大きかった選手よりも今コンディションがいい選手を選んだって言ってたので、まあここのことではないのかなとはちょっと俺は思うんですけど、内藤選手の方を選択した飯島選手よりっていうところでしたね。なのでまあここはね、俺もまあ甲府サポもそうだと思いますけど、まあ期待はしてたよね、希望と期待を込めてっていうところではあったんですが、であとはまあやっぱり14試合ぶりにね、前節複数得点したんですけど、やっぱりそれを1試合で終えてはいけないと。まあ公式戦で言うとね、2試合連続できてはいますけど、まあ、リーグ戦でいうと1試合ですよね。まあそこをね、まあ、やっぱり1試合で終えてはいけない、継続しなければいけないっていうところだと思います。で、前半2分、まあイーブンな展開でしたね。どっちつかずというような展開が結構続いていて、甲府はやっぱ立ち上がり悪い試合が多いので、やっぱり立ち上がりから主導権握りたい中で、ちょっとイーブンな試合が続いていた中でしたね。で、5分、甲府は深い位置から裏をかなり狙っているなと。最終ラインとかか、まあボランチあたりですかね。だいぶ前線が裏走り出し、まあ宮崎選手とかもいたっていうのもあったと思うんだけど、まあだいぶ裏を狙っている印象があって。で、10分、まあ三笘木下選手へのロングボールを、まあ再三狙ってたわけじゃないんですけど、ちょっと水戸のフォーメーション 4-4-2 じゃないね。再三狙ってたわけじゃないんですけど、まあやっぱり時折木下選手に当ててくるっていうところもあって、ちょっとこうやっぱ空中戦強いですから、まあ手を焼いていた部分もありましたよね。
で12分、水戸の右サイドバックの選手ですかね、まあ、黒石選手だったかなに、まあ、ちょっと荒木選手が強く行って、まあ、プレス強く行ってですね、だからこうサイドにこうな、はい、パス来ましたってところで、ちょっと高い位置だったと思うけど、荒木選手がもうここダーって行ったんだけど、これを簡単にこうスッてかわされました。まあ忘れたけど、パスだったかトラップだかでね。でそのままサイド突破されてクロス上げられてっていうピンチがあったので、ちょっとここはまあ軽率というかこう行き過ぎて、やっぱりそれをうまく利用されて簡単にかわされるっていうことがやっぱりあるので、これはやっぱりその気をつけていただきたいというか、これ結構甲府はまあやられることが俺の中で印象に強くて、を強く印象に残ってるというか、まあやっぱそれが甲府の強みでもあったりするんで、なんとも言えないんですけど、それをやめろともね言えないですし、だからそこはうまく、まあだから行ったら行ったでカバーをやっぱりしっかりしてほしいなっていう感じですよね、周りの選手がね。であと中途半端は良くないように、行き過ぎるのもまあもちろん、行き過ぎてファールになってしまうのも良くないし、行こうと思って行かないっていうのも良くないし、まあちょっとその辺難しいところではあるんですけど、ここ1個ピンチ、このプレーによってピンチが生まれて、ちょっと右サイド、甲府のだから左サイドね、水戸の右サイド、こっち不安だなっていうのはここで感じましたね。で15分、深い位置からの裏へのロングフィードが合わない。うん、そう、これ裏は狙ってるっていうね意図は伺えたけど、一つも合わなかったね。何度か言ってたけど、多分一つも合ってないと思う、この時間帯まで。で20分、水戸がボールを握る展開、やっぱりここに来て、まあ、うん、甲府が主導権握れなかった。ここも課題だよね、やっぱ立ち上がり、まあ荒木選手、荒木キャプテンが言ってたと思うんだけど、始まってから10分15分は主導権を握りたいと、やっぱり相手を自由にさせないっていうことはやりたいっていうふうには言ってましたけど、ただやっぱりここで、相手に主導権を与えてしまった。で23分、甲府が徐々に押し込んではいたんですけど、やっぱりラストの精度ですよね。徐々にこっから押し込める展開にはなってきているのかなとは思ってたんですけど、ただやっぱりシュートだったりラストパスの精度、やっぱここの精度がもうあと一歩、相手のバイタルエリア、ペナルティエリア付近まで行くのに、やっぱラストパスの精度合わない、少しずれる、まあこういったところが多かったですね。で30分、まあここまであまり見せ場のなかったリラ選手、これかなりそうでした、良かったですね。リラ選手がまあ自ら持ち込んで左足でシュートと、右を誰か関口選手か菅井選手かなんかオーバーラップしてたんだけど、そこ使わずに、リラ選手は中に蹴り込んで左で打ったんですけど、ここまでリラ選手ちょっと全然ボール収まらなかったんですよね、足元でも空中戦でも。ちょっと今日リラ選手の日じゃないかなと思ってたんですけど、ここから、まあ、このワンプレーから、かなりこう、まあ、乗ってきたというか、まあ、すごい乗ったってわけじゃないんだろうけど、結構こう、まあ、乗ってきて、まあちょっとプレーにこう活気が出てきたっていう印象は受けましたね。で36分、まあせっかくのチャンスを自分たちのミスで相手に渡してしまうっていうシーンがありました。ちょっと細かく覚えてない、俺この言葉でメモしてあるだけで、細かくどういうプレーだったかっていうメモまではちょっとね、試合を見ながらだから細かくメモはできないんですけど、こういうプレーがあったっていうことですね。やっぱりだからさっきのに繋がってくるけど、せっかくこう前線までいい持ち運びというか、まあプレーをしているのに、結局最後の最後でミスをしてしまって相手に渡してしまったりとかね、まあ相手の脅威にならないよね、やっぱりそこでね。で、ただ39分にワンチャン決めてゴールと、おっとと、この流れの中でこの先制点はでかいぞと。まあ秋田戦もそうでしたね。秋田にこうボール握られて、主導権握られている中で、結局ね、ワンチャン決めたので、やっぱりこの、まあ良くないですけど、小倉さんも言ってましたけど、それができるんだったら最初からやってほしいですよねって言ってましたけど、まあそうかもしれないけど、でも、やっぱりこの悪い状況の中でも点が取れるっていうのは強いチームじゃないですか。だから強い甲府が戻ってきたなと思ったんですけどね。結局ゴールした後も
今回に限ってはまだミトペースだった。だから本当にあたまたまあの一瞬崩せてたまたま入ったのかなっていうぐらいの、そっからまた勢いが出て、前節の秋田戦みたいに1点取った後に勢いが出ていいプレーの連続にはならなかったので、ちょっとこれ後半大丈夫かなというね、感じではあったんですけど、まあ、前半そんなところで終わって、やっぱりゴールシーン以外がもういいとこなかった。で縦パスが入ってもう結局最終ラインまで戻したんです。せっかく縦パス入れたのにそこから繋がらない、くさびが入ってるのに繋がらないっていうところを結局最終ラインに戻しちゃう。で左サイドを突破されすぎですね。やっぱりね、荒木選手、野沢選手、宮崎選手、こっちのサイドだいぶ突破されていたし、まあ、攻撃自体もこっちからできていない、左サイドが死んでいたっていう言い方が正しいのかどうかわからないですけど、まあ攻守にわたってちょっと目立っててなかったですね、左サイドはね。いい選手がいるのにね、こんなに山田選手も含めるとこのまあ4人だよね、ここをね、まあ選手だけ見たらだいぶまあ個性もあって能力も高いんだけど、なんか全然連携が合わないというか、なんででしょうね。で結局、まあ、守備も最後のところをなんとか守れてるっていう印象、相手にラストパスまでは、まあ、クロスとかねそこまで持ち込まれてるんだけど最後なんとか守れてるなっていう印象でしたね。まあ、だったんで最終ラインの評価は俺結構高めかもしれないです今回ね。でシュート数が結局少ないし、まあ、結構打たれてもいたっていうところも気になった。で情報として後半の失点13失点っていうのはリーグ最少らしいです。だから後半は甲府は守備が硬いっていうデータが出てるんですけど、果たしてどうなんだいってことだったんですけどもね。で後半始まりましたよと。で50分、まあ、5分ぐらい経過しての印象は、まあ、流れは変わらなかったかなっていうところですかね。で54分、まあ、流れが変わらなかったのが前半と変わらなかったってことね。結局水戸が握ってっていう感じでした。で54分に失点をしてしまったと、いうところなんですけど、あてか俺さっきの39分のゴールシーンで、あのゴール、そうだね、そのゴールどういうゴールだったかっていうのをね説明してないですけど、今しますけど、じゃあ一回戻って前半39分、まあここのゴールね、でもすごく良かったんですよ。この本当に前半このゴールシーン以外いいとこないっていうね、話をしましたけど、本当にすごくいいゴールシーンでした。ちょっと分かりやすいように反対にしますが、まあ、こういう中でね、まずね、これ、まあ、きっかけとして相手のゴールを弾、相手のコーナーですね、こっちから相手のコーナーだったんですよ。で、それを弾いて、で、こう、まあ、何度か2度、3度入れられるんだけど、なんとか甲府は守ってみたいな状況で、で、守って、あわよくばつなげようっていうところで、また奪われて、もう一回入れられてみたいな状況が続いてる中で、結局最終的に相手のパスミスがこうコロコロコロってなって、川田選手がボールをキャッチした。で、ここからマイボールにしたんですよね。で、川田選手がロングフィードして、ま、関口選手を狙ったんでしょうけど、ま、ちょっとキックが合わずに、タビナス選手に奪われたんだけど、ただここで、奪われた時に、まあ、ここ1個関口選手良かったのは、まあもう奪われたんで、じゃあもう陣形を戻してじゃなくて、もうこのままプレスに行ったんだよね、タビナス選手に対してね。でタビナス選手はたまらずクリアしてラインを割ったと、ボールが。でまあこれでマイボールにして、ここからまあ攻撃を組み立てるんだけど、まあ、こっちサイドでボールをね回してこう動き出しもあったりなんかしたんだけど、なかなか水戸も守備が固くて、なかなかねつなげられない、状況が続いてたんですけど、と松本選手だったかな、一回浦上選手に戻して、でそこから右サイドに今度、あ左サイドに今度展開していったので、最終ラインに一回戻してやり直そうというところで、一回ねやり直したんですけど、でここから、まあ、野沢選手、山田選手、菅井選手、宮崎選手と絡みながら、で宮崎選手が下がってきて、で宮崎選手が中の山田選手に出した。でこの時にちょっと並びは覚えてないんですけど、まあ、この宮崎選手が中の、ね、山田選手にこう出した時に、相手の左ボランチの前田選手が山田選手に出そうとしたとき、スプリントでもうプレスかけてきたんですよね。で、山田選手がここただうまく体、上体フェイント使って、
前を向きました。これがパーフェクトだったね。相手のボランチが食いついてきたところを食ってワンフェイクっていうかね、うまく前を向けた。まあこれが山田選手の本当にいいところ。相手のマークを剥がす動きがめちゃくちゃうまいんだよね、相手のプレスをね。これは本当にしたたかでめちゃくちゃうまくて、でこれがまあだから水戸としても山田選手がやっぱ縦パスの本数でいうと多分山田選手が毎試合ほぼ甲府の中で一番多いんじゃないかっていうぐらい多いんですよ。でやっぱり山田選手が起点になっているってところが多分分析の中であって、前田選手そこに行ったんだけど、やっぱりここ山田選手かわすのもうまいんでかわしたと、であっつってなってこうなったんですね。宮崎選手は出した後しっかり前走ってたんで、でここのもう一人残ってたボランチの選手がこうね、あのと相手のサイドハーフかなの間に宮崎選手が縦走ったんでここに出して、そしたらもうね、もう完璧ですよ、縦にドリブルで運んで、でこの時にリラ選手が、まあ、ナイト選手もいたか、リラ選手がまあもちろん走り出して裏を狙う、で宮崎選手が前を向いてドリブルで1歩2歩持ち出した時に、相手の右のセンターバックですね、相手の右なので、楠本選手だったかな、楠本選手の重心が一瞬宮崎選手に向いた、だから止まったんだよね。その瞬間ここにギャップができましたよね、最終ラインに、相手のこの最終ラインにね。でここの間にリラ選手が抜け出して、ここに宮崎選手はスルーを出してっていう、で、リラ選手がまあシュート弾かれたんだけど、こぼれたところ内藤選手も詰めて、最後宮崎選手も出した後にやっぱりそのままこっち側に走ってったっていうの、やっぱ宮崎選手ここね止まらない、だから動きを止めないっていうところが大事でした、あの宮崎選手っていうかこの得点はチームとしてね。で最後こぼれた時宮崎選手が押し込んだんで、最初のここね、あのゴールパントキックで関口選手じゃなくてタミナス選手に行っちゃった時に、関口選手も動きを止めずにそのままプレスに走ってマイボールにしたっていうところも良かったし、ここも宮崎選手はラストパス出してそのままこっち側に走っていったっていうのも良かったし、うん、だから本当にこうプレーをやめずにずっとやり続けたっていうところがまずポイントとして一つ良かったのと、あとはやっぱりこの得点のキーはやっぱ山田選手でしょうね。やっぱりこのワンプレーで全て決まったみたいなところあるもんね。山田選手に入った瞬間、相手のボランチの前田選手が突っ込んできてこれをかわして前を向いたっていうところ、もうこれのプレーがもうすごくいいのよ。こういうプレーがすごい好きなの俺、山田選手の。甲府の中で今一番俺個人的に山田選手が、まあ前のシーズンからそうかな、好きなんですけど、やっぱここしたたかだよね。まあ、あのボールインターセプトもうまいし、こうやって相手のマーク剥がす動き、ボールの持ち方、体の使い方、ボールの置く位置もすごくうまいし、で縦パスもつけるタイミングもいいし、めちゃくちゃいいんだよね。だからね、いいんですよなんでこのやっぱり山田選手のこのワンプレーからでシンプルに前向いてる宮崎選手に預けてっていうところだったんで、まあこれだからただ一個厳しいこと言うのは、リラ選手は決めてほしかったっていうところですよね。リラ選手が本当に最近スランプなのか、もう1対1を決めなかったり、前節も近距離でのシュート、あの荒木選手からのこっちのロングスローをね奪って近距離からのシュート相手のキーパーの足に当たったし、もうなんか全然決まらないのよリラ選手。その前なんかはコーナーからのフリーキックからのヘディングでね、もう自分は決まったと思っちゃってパフォーマンスしだして、決まってないのみたいになってたけど、ちょっと決まらなすぎだねここ最近のリラ選手は。決定機をあまりにも決めなさすぎてちょっと心配です。スランプというか、なんていうんだっけ、こういうのなんかあるじゃん、その怖くなってないかなって、そのゴール前になってシュート打つってなった時にシュート打てなくなるみたいな、なんかそういうのあるよねスポーツ選手の、なんかこう怖くなってしまう、トラウマになってしまうっていうところ、そういうところまで行かなきゃいいけどね、ほんとちょっと決まってほしい。もう PK でいいから、とにかく得点をリラ選手にネットを揺らしてもらわないとちょっと心配ではあるところですよね。まあまあ結果決まったからね、まあ良かった、そこで緩和できるんでしょうけど、ある程度これでまた決まらなければちょっとまた思いを詰めてしまうんじゃないかっていう心配にはなるよね。まあなんでこんなゴールですごくいい、ゴールだったんじゃないか、本当にいいゴールだったんじゃないか、全員が止まらず動き続け、で最終的にまあ弧も光っていうところだったよね。で、さっきの話に戻るけど、まあ、後半ね、でそれ前半終わって後半流れ変わらないまま失点してしまったと。でその失点シーンもですね、まあ、これはちょっと守備に課題が残るところではあるんですよね。まあ、当たり前なんですけど、失点するからそれはね当たり前に課題は残るに決まっているんですが、
じゃあ何かってと、まず相手ボランチの前田選手にボールが入った時ですね。前田選手にボールが入りましたと。で、ここで須貝選手が前に、まあ、ぐーってプレスに行ったんですよね。ここにブーンって行ったと。ね。まあ、最終ラインはこうなってるわけですけど、守備陣はね。まあ、こうなって、まあ、ここにもう飯島選手になるんですけど、こうなっていたっていう、で、ぐーって行ったのよ。で、前田選手は一度これ一回センターバックに戻したんですよね。で、これ多分インサイドハーフ中に入ってたのかな。ちょっとこんな感じだったと思うんだけど、まあ、須貝選手が前田選手に対してかなりグッて前に出ていったところ、前田選手は戻して、で、このセンターバックの選手はすぐ左にはたいたんです。で、このセンターバックに対して内藤選手じゃねえや、飯島選手がちょっとこう重心傾けたんだけど、ここの選手はもうすぐ左サイドバックかなの選手に出した。で、ここで松本選手がスライドするのか、関口選手が行くのか、飯島選手がプレスバック戻るのかっていう、誰が行くに一瞬なって、この選手がもう前をポッって前にトラップするか、まあ、関口選手はグッて行ったんだけども、時にすでに遅しで、で、ここでいいタイミングでいいクロスを上げられて、中で木下選手が合わせようとしたところ、ギリで野沢選手がヘディングで弾いたっていう、まずシーンがあったんですよ。この失点の前にね、失点の1個前のプレーね。で、これなんでここが遅れたかっていうと、おそらくまあ相手のボランチに入った時に須貝選手が行ったんですよ、前。まあこれはまあ100歩譲って、別にこれ須貝選手のいいところでもあるんでいいですよ。で、これを戻した時に、まあここのスペースが空いてたわけですよね。まあ浦上選手と関口選手との間ね。で、まあここで1人フリーがいたんだけど、須貝選手がじゃあこっちにマーク行ってしまうと、ここがフリーになると、ここの方が危ないじゃないですか、ここ立てつけられた時にね。だから関口選手は簡単に動けなかった。で、なので、まあ、飯島選手がここに、まあ、相手がバックパスした時にここにちょっと行こうとするんじゃなくて、もうすぐこっちにカバーに行くか、まあ松本選手がスライドして、もうここにすぐ、この選手に入った時にすぐ対応できる位置に行くかだったんだろうね。だから関口選手の中でもここ捨ててまですぐ見えてはいたんだよ、フリーの選手見えてはいたけど、ここ捨ててまでこっちに行くべきなものかっていう迷ったところもすぐダイレクトで出されたんで、で、前にいいトラップされたんで、もう行くしかないってなったわけですけど、だからここも中途半端だったかなっていうところ。だいたい相手の最終ラインに行った時に、まあ、ここもだから俺、飯島選手がここ行くべきではなかったかな。やっぱりここまだね、若い選手で、こう、甲府のシャドウって守備の能力も問われるわけで、やっぱこういうところ多分長谷川選手とか上手いんですよね。ここに、こっちに行くわけですよね。ちょっと目線をね。だこの状況しっかり見てよ。須貝選手が出てきてるから、まあ、一人こっち後ろ人数足りなくなってるから自分が下がって、やっぱりここでプレス行くんじゃなくて下がってっていう考えを持つか、やっぱここで無理に取り行くんじゃなくてディレイさせる選択肢を選ぶのかな。または松本選手がスライドっていうんだけど、松本選手多分ちょっと距離的に空いていたので、こっちまで。または須貝選手が自分で出た分、またこっちに、こっちをしっかりカバーに行って、関口選手が内側詰めてっていうのもあり得たかもしれないけど、もう須貝選手はこれ、グッてプレス行って、前田選手にこうバックパス下げられた時には、オフっつって、ちょっとこう、ゆっくり戻り気味みたいな感じだったんだけど、そのままやっぱこっちカバー行くとか、まあだから、まあそもそも論、須貝選手が出なきゃよかったんじゃねっていう説もありますけどね。だって出るなら出るで、周りがしっかりカバーしなきゃいけないよっていう話であって、出ないんだら出ないんで、まあ別にここに入った時に松本選手とかがね、プレス行っただろうし、だからここも連携が、まあ、めちゃくちゃだったっていうところですよね。なの、まあ結果的に、いい状態で結局上げられて、ギリのところ、これもギリなんだよ結局。野沢選手がギリ弾いてスローインにしたけど、で、ここの流れからですから、失点なの。これスローインでね、まあこっちでこう展開、こう徐々にこう、水戸の輪選手は真ん中に近づけて、これ宮崎選手が奪いかけたんだけど、奪いきれずに右に展開されたっていうところで、で、また今度ここ、まあちょっとここなんか入れ替わって松本選手こっちになってたけど、ここが、結局ここの崩しも、ちょっと連携不足というか、一瞬の隙を突かれたというか、一瞬サボったところが出たというか、まず、高岸選手から、黒石選手にパスが出た。
でまずねここねボランチここ出たと、で1人ちょっとサイドに張っていて、これだからこれ右に張ってたのも前田選手だったんじゃない、それもまたなんかすごいなと思ったんですけど、で出た時に今松本選手と宮崎選手がこう引いてたのかな、だからうーんでこうなってたので、このた多分高木選手だと思うけどから黒石選手、まあ、ちょっとこれちょっとおかしいかな、黒石選手に、出た時に宮崎選手はもちろん詰めるよね。でここで出た時に走り出しましたよ高岸選手か、高岸選手がこっちの黒石選手にパス出した時にもう走り出して、で松本選手は走ったってなったんだけど、松本選手を後ろを見た時に野沢選手もそれに反応してたんですよ。スプリントした瞬間野沢選手もおそのスペースを埋めなきゃっていうところでここにねここに走り込もうとしたんだよね。で松本選手は 指とまあアイコンタクトで野沢選手にこいつカバー任せたぞみたいなジェスチャーしたんだけど、野沢選手がここでおっ行かないみたいなことになってて、でその間にここ縦パスを入れられて、荒木選手はまあこっち行ったんだけど簡単にちょっと前向かれてそこすぐ裏出されて、で裏出された瞬間野沢選手はようやく行ったんだけど、でここでクロス上げられて失点したんですよね。でまあ、だからここも連携ミスですよね。松本選手は裏を見てしっかり後ろを見て野沢選手がそれに反応してたので、あじゃあ任せるよというジェスチャーをしたんだけど、野沢選手は、ね、これ何の意図があったか行かなかった、行こうとして行かなかった、これ何の意図があったのか分かんないけど、まあだからオフサイドを狙ったのか分かんない、どう意図があって行こうか迷ったのか分かんないけど、行かなきゃダメですよね。ここ後ろに特にマークしなきゃいけない危険な選手見なかったんで、こう行かなきゃいけないんですけど、なんか迷ってたんですよね。これだから何の意図があったかちょっと分からないんですけど、行かなくて結局こう縦行かれて、でまあ遅れていって、で中もまあ木下選手が入って、でファーに椿選手かな、ゴール決めた椿選手で、ここ裏出た瞬間この椿選手がスプリントして、あの関口選手より前に入って、もう関口選手がここで遅れたね、菅井選手と関口選手の間に入り込んで、でそこにあった感じで、ニアは、まあ、浦上選手が、潰してて、でその後ろは木下選手に対して菅井選手がマークしてたんだけど、まあ、ここも木下選手の方に先に前に入られてたんで危なかったシーンではあったよね。でその後ろ抜けて、椿選手に押し込まれた。だからここもスプリントした時に関口選手やっぱ先にポジション取っておかなきゃいけなかったよね。相手と同時に走り出して先に前入られてたんで、決められてしまった。まあクロスも絶妙だったよね。川田選手も出られないような、本当にキーパーとディフェンスの間っていう一番嫌なところに出てはいたので、まあだからまあここだからここのちょっとミスが光ったっていうか目立ったっていうか、まず関口選手がこう捕まえきれなかったっていうポイントもそうだし、大体ここね、だから松本選手が任せて、で任せたなのに野沢選手が行かなかったっていうところ、逆に野沢選手は松本選手に行ってほしかったの、まあ、松本選手が指を指してたんでスペースに、ここを埋めてくれって意図で多分指したんだと思うけど、野沢選手の中でここ俺が行くっていう意図で指したのかになってしまったのか、ちょっとだからそこも伝達ミスなのか連携ミスなのかわからないですけど、ここもちょっとごたついたっていうかっていうところ、だからこの1個前のここさっきのこのねエリアでの説明しましたけど、ここでも菅井選手が出て周りがちょっとぐちゃついたよね。だからもう連続ですよね、連携守備の連携ミスの連続、誰が行くかっていうところが明確になっていなかったっていうところでの失点だったっていうところでしたと思います、私は素人ながらに。まあそんなところで失点してしまいましたよっていうところですね。で58分、失点から甲府がボールを握っているっていうか、まあ落ち着いてパス回せ出したんですよね。ただね失点してこれやっぱ同点に追いついて勢いつくのは水戸かって思ったところで、甲府がなぜかここでようやく落ち着いてパスを回せ始めたっていうところ、だからなんか窮地に追い込まれたらやっと能力発揮するみたいなとこあるよね甲府はね。サイヤ人かなっていうね、なんかこうところありますけど、最初から出してほしいですよね。でもなんなら俺もそういうタイプなんですよね。
まあ俺はサッカーじゃないボッチャっていうスポーツやってますけど、俺もまあボッチャって個人戦4エンドやるんですけど、1エンド目2エンド目相手に取られるんだけど、3エンド目4エンド目でひっくり返すっていう、なんだろうね、もう性質なのかね、人のそのチームとか人のなんでかわかんないのよ。なんかだからその緊張感があるのか、やっぱ立ち上がりって。でもこうやばい、いやでもね、やばい反骨心というかやばいけど、でも落ち着かなきゃって、しっかりしっかりちょっとずつ1点ずつ返していかなきゃっていう気持ちに、逆に落ち着ける要素になるのかもね。それが俺はそうだと思う、俺はそうだと思う。で、73分、まあ、流れが水戸なだけにですね、まあ、途中この時間に入ってきたパライバ選手と小林選手に期待したいなっていうところでしたね。まあ、ボールは甲府は回せていたんだけど、結局、まあ、ゆっくり回せることができるようになったっていうだけであって、じゃあ実際チャンスをいっぱい作れてたかっていうとそうでもなかったんでね、はい、ここは期待したんですけど、まあ、ただ76分奪ってもすぐ奪い返されるっていうところ、トランジションの本当トランジションの応酬みたいな、切り替えの応酬みたいな感じでしたね。で81分山本選手、秀臣選手が入って、小林選手を右にして菅井選手を左にした。こっからかなり小林選手の切り込んでのシュートとか、やっぱりね、右サイドに左利きの選手を置くこのフォーメーションでっていうのがすごく面白いですね、やっぱね。だから今回も、まあ、関口選手が左サイドできないんだろうね。だって関口選手が試合出るときって絶対左利きの選手左サイド行くんで、関口選手が左サイド逆にできるようになればもっといいオプションになるんじゃないか。だから今回も逆にね、北谷選手とか山本選手とか、その、まあ、山本選手は本当、まあ、40超えてね、中3日前か鳥栖戦出てるんで、ちょっと無理ですけど、スタメンで出るのはさすがに無理だったと思うよ。だから、こういう3バックになったと思うけど、須貝選手がウイングやるときは左に須貝選手、右に荒木選手の方が俺は絶対いいと思うので、それの方がだって須貝選手ね、左のクロスの精度も高いのよ、めちゃくちゃね。鳥栖戦だっけ、秋田戦だ、鳥栖戦かな、飯島選手にすげえいいクロスも上げてたし、もう本当にね、いいクロス上げるんすわ。だからもう本当にこれ、俺多分ウイングの今立ち位置的に左須貝選手、右荒木選手の方が一番いいと思う。まあ右荒木選手、途中から小林選手でもありだけど、やっぱりね、これができる、するこれをするにやっぱ最終ラインが揃わなきゃいけないので、ちょっとまあレナトビスキ選手がなんか微妙というか、まあ意外とあんまりだったなっていうところがあるので、ここがね、スタメンで出れるぐらい能力があれば、連携が取れれば、まあ最終ラインなんでね、やっぱり連携が命なので、やっぱこういう連携ミスが生まれるわけじゃないですか。に日本人だけでもね、誰が行くんだっていうお見合い状態になるわけですよ。だからやっぱりそういうところが大事なので、この能力がセンターバックが高かろうが、やっぱ連携しっかり取れないと、あうんの呼吸がないとやっぱできない中なので、やっぱ難しい。レナトビスキ選手は難しいのかななんていうのは思うんですけどね。まあでもね、まあね、最終ラインがちょっと今回も致し方なかったっていう部分もあるけどね、揃ったらね、やっぱりまたいい甲府が、強い甲府が見れるんじゃないかなっていうのは感じますけども、まあ、ただ今回ちょっとまあ雨っていうとこと焦りもあってか、まあ、後半は特にイージーミスとか連携ミスが目立ったのかな。なんでもないパスをちょっとミスしちゃったりとか、トラップミスしちゃったりとかっていうのがあったかなですね。まあ、相手の印象としては、まあ、右サイドが本当にすごい連携が取れてて、非常に、だから、水戸強いよね。で、ワントップに明確な木下選手っていう強い、選手もいるし、個性がある選手もいるしね、チームとしてすごく連携、個で打開するような選手といえば、チームとして崩していくような、やっぱ連携の取れたチームだなっていうのは、感じましたね。で、まあ、今日のピックアップに関しては特にない。ということです。では、続いては、個人評価ですね。個人評価の方に行きたいと思います。はい、個人評価なんですけど、ぐちゃぐちゃのままでしたね。とりあえずこれは一応ね、戻しておきまして、まず
スタメンの評価以上じゃねえ、このようになります。ババン、吉田監督 5.5、まあそうね、こうやりくりが急にね難しい状況になった中で、まあ内藤選手を起用してきたっていうところが一つ。まあこれ小倉さんも言ってましたけど、後半入ってすぐ帰ったっていうところ、まあ確かに前半良くなかったですよ。全然積極的に動けなかったし、まあただそんな中でも、まあリードしてるんで、もうちょっとね、見たかったっていうかね、もうちょっとプレイさせてもよかったんじゃないかっていうふうに言ってましたけど、まあでも勝ちにこだわっている状況でね、内藤選手やっぱりここ守備でも大事なポジションなので、甲府ではね、だからやっぱりそういったところでこうちょっとそんな猶予はないっていう感じだったんでしょうね。だからただやっぱその前半がじゃあ無駄になったってことになった。ただやっぱり吉田監督って若手にを育てるのうまかったり、若手に期待するしてこう起用するじゃないですか。そういうところが吉田監督の良さでもあるんだけど、まあ、今回やっぱちょっとうまくいかなかった。まあもちろん1試合2試合でうまくいくもんじゃないですよね、若手の、を育てるなんてね。やっぱ結果とチームとしての結果とその若手の経験を両立できるのは、両立するのはめちゃくちゃ難しい状況で、今回思い切った、まあそもそもねシャドウの位置がね、内藤選手か飯島選手かしかなかった、選択肢としてはのかなっていう部分ではあるんですけど、まあ荒木選手っていうのもあったと思いますね。荒木選手シャドウにスタメンで置いて、左小林選手スタートでっていうのもあったと思うんですけど、まあ内藤選手思い切って起用した。ただやっぱり前半思うような動きはできなかったんでっていうところで5点になってしまった。結果として5点になってしまったっていうところもありますし、まあそんな中でもね、台所事情が厳しい中でも、まあなんとか吉田監督はね、勝ち点1を拾ったっていうことになるのかな。内容的には良くなかったけど、ワンチャン決めてくれたしね、っていうところになりますね。で、川田選手 6.5、まあ結構いいプレーが多かったですかね。まあ失点シーンに関してははっきり言ってキーパーノーチャンスっていうか、まあ出ようと思えば出れたのかな。でもこう混雑してたから、あそこで出る勇気ってなかなかないよね。難しいよね。危ないもんね。まあただあそこは結構キーパーノーチャンスではあったのかなとも思いつつ、他でいいプレーが多かったですね。まあ一本ね横飛びでファインセーブもあったりとか、あとまあビルドアップのところでもね落ち着いていたしね、というところで、まあ、6.5 とさせていただきます。で関口選手5ですね。まあやっぱさっき言ったように失点シーンでまず相手に先に、体入れられたっていうところがまず大きいポイントというかね、まあ評価点が下がってしまった部分ですし、まああとは、ディフェンスの部分とか攻撃でもったいないパスミスをしてしまうとか、ちょっとそういう良くないプレーの方が今日は目立ってしまったので、マイナス、まあ、5ですかね。で須貝選手6、9大点なんですけど、須貝選手もちょっとまあ関口選手の連との連携ミスとかっていうところでね、良くないプレーがあった中で、まあ、さっきも言ったよね、2失点目のきっかけとなるというか、1個プレーで、まあ、プレス行ってそこぽっかり開けてしまって、まあ、味方を悩ませたっていう部分もあったりはしたんだけど、まあ、ただ1本ヘディングシュートにコーナーから惜しいシーンがあったりとか、まあ攻撃にから、まああと他の守備ではやっぱり対人戦ではすごく強いし、1対1守備いい、守備をしてた。で、左サイドに回ってからはやっぱり左からいいクロスを上げたりとか、まあ 1回か2回しかなかったけど、あったので、やっぱりこういうところでは良かった。だから前半っていうか、ちょっとほんと試合の前半部分、まあ後半入ってもちょっと立ち上がりなんかは良くなかったけど、まあ後半、徐々に盛り返して9大点っていう感じですね。で、浦上選手 7.5。浦上選手やっぱ個人的、もう個だけで見るとすごくパーフェクトというか、ヘディングも結構木下選手に勝ってたし、で、木下選手の足元に来たところもかなり激しくいって、ファールなく奪えてたし、カウンターを積むプレーもいっぱいあったし、もう好プレー、俺がいいな、ナイスって思ったシーンが6回あったんですよね。まあ、単純なプレーっていうより、本当に、
ここで奪ったのはでかいとか、そういうプレーで俺いいプレーだなって思ってチェックつけてるんですけど、それが6回もあって、6回ってかなり多い方なんですよね、これまでやってきた中で。でやっぱ浦上選手はディフェン、今回はしかもディフェンスに関してが多かったですね。まあ攻撃くさびとかね、あのロングフィードっていうところはあんまり今日は出なかったですけど、やっぱり浦上選手は守備の選手なんで、 あとコーナーで1本惜しいヘディングがあったね。ドンピシャのタイミングだったけど、吹かしてしまったっていうところがあって、あれはもったいなかったけど、でもやっぱディフェンスの選手なんで、ディフェンスで評価するのは当たり前であって、だからすごく子としては、もう木下選手にはっきり言って何もやらせなかったし、絶対フラストレーション溜めさせたと思いますよ。それぐらいいいプレーでしたね。だから本当に、あそこのワンチャン決められたのは本当に、まあワンチャン決められたっていうか、ね、あれはちょっと、チームとしてね、ちょっとねっていうところでありますけど、野沢選手が 6.5 ですね。まあ、野沢選手も7とか 7.5、まあ、7ぐらいの感じだったんだけど、やっぱ失点シーンであそこが、もうあそこがでかいっすよね。なんで行かなかったのかっていう、スペース埋めに行かなかったのかっていうところなんで、まあ、何か考えがあったと思うんですけどね、本人は分からないですけど。なのか、ちょっと、迷いがあったのか、やっぱ松本選手との、ちょっとうまく、どっちみたいな、松本選手が行くの、どっちみたいなところもあったのかもしれないし、ちょっとわからないんですけど、ただね、そこ以外は目立ったミスもなく、まあ、本当に、野沢選手って1試合に1回大きなミスするイメージあるけど、今日そういう大きなミス、本当に目立つような、本当に何やってんのみたいなミスはなかった。その細かく見ると、さっきみたいに、おみたいなミスはあったんだけど、失点シーンのね。あそこは大きかったんだけど、でも他が、すごくいい守備だし、ビルドアップもミスなく、しっかりできていたし、非常に良かったんですよね。なので、俺7とか、まあ、7.5、7で迷ってたんだけど、でもそういえば失点シーンであそこ大きいよなと思って、ポイント下げた。それでも9大点より1上ぐらい、他ですごくいいプレーが多かったですね。多分、野田選手の、いい守備で失点を防げてるし、もうなんなら何回もあった可能性もあるぐらい、だから好プレーは4回ありました。まあ、4回というか合計ね、悪いプレーも含めて4回なんで、プラスマイナスでこう、4になるんですけど、マイナスも1回か2回はあったんだけど、野田選手ね。それこそビルドアップの中でちょっとミスしてしまったりとか、ファールをしてしまったりとか、そういうところがあったとは思うんだけど、でも総合して良かった。で、荒木選手は6ですね。ちょっと荒木選手は今日、まあ、再度突破されまくっていたっていうのと、まあこれ別に突破されたのは荒木選手個の問題じゃないけど、でも個で1対1のディフェンスで普通にかわされてるシーンも何回かあったりしたので、そこはね、連携で止めるっていうよりも、連携で裏取られるとかっていうよりも、1対1の状況で突破されてしまうとかもあったので、ちょっと良くなかったんだけど、でもね、キーパスがあったりとか、まあ、シュートも1本、まあフリーキックですけど、そういったマイナス面も多かったけど、徐々にこういいプレーが出始めて、でプラマイゼロっていう感じで9大点と。で、山田選手 MVP ですね。やっぱ得点シーンも山田選手のプレーありきなんで、まずそこありきだし、あと好プレーも5あるっていうことで、やっぱりマークを剥がしてマイボールにできるのが強みだし、そこも良かったし、あと縦パスを、くさびのパス、縦パスをつける回数も何度かあって、まあそこからね、リラ選手がしっかり収めて、でそっからいいプレーにつながるっていうことが得点シーン以外全くなかったんだけど、せっかく縦つけたのにまた戻してしまうっていうね。だから縦つけた後のその周りの動き、連携がうまくなかったので、縦つけるまでは良かったのにの、そのつけるまで良かったまでの最後は山田選手だったしね。だからここはすごく良かったし、あとディフェンスの部分も、やっぱり危険なところをスペース埋めに行ったりとか、奪い切ったりっていうところも多かったんで、やっぱ山田選手は素晴らしかったなと、今日もね。ということで 7.5 と。で、松本選手も 7.5 です。松本選手はもう今日ずっと良かったよ。って思ったけど、後半ちょっとだんだん失速していった感はあったかな。やっぱ疲れですね。秋田戦、スタメンで出て、鳥栖戦も出たんだっけ、っていうところで、ちょっと、疲れも松本選手、若いけどね、疲れもあった中で、ただキーパス3本で一番多いんだよね。まあそのうち2本は多分コーナーキックだと思うんだけど、でもやっぱりいいキック蹴れて、ずっといいキック蹴れてたよね、松本選手ね。あと他にもやっぱボール奪う、やっぱ松本選手ボール奪う能力が長けてるよね。まああとミドルシュートもすごくうまいし、
やっぱり好プレーの部分で俺多分そのインターセプトボール奪うナイスっていうそのナイスディフェンスっていうところで結構つけてると思うけど、やっぱボール奪うのがうまい。だからいや今このコンディションのいい松本選手と山田選手が組むのが一番いいんじゃないかっていうところではありますね今ね。そして、宮崎選手は7ですね。ちょっと得点シーン以外、まあ、あんまりいいところがそう多くなかったかな。まあ、得点シーンもね、しっかり裏に、綺麗にリラ選手にスルー出せていたしね。それ以外、その、まあ、いいプレーがそんなに多くなかったっていうか、むしろ、まあ、やっぱり宮崎選手、その、ボール持ちすぎて奪われてしまうっていうところだよね。が何度かあったし、まあ、体の使い方とか入れ方が上手くなってきて、フィジカル強くなってきてるから、そこはね、非常にいいなとは思うんですけど、ただ今日の試合もやっぱりボール奪われるシーンが多かったかなっていうところですね。で、内藤選手 5.5 ですね。まあ、ちょっとこう、ボールをパスミスで失ってしまうところぐらいしか印象にないぐらい、シュートも打ててないし、キーパスも出せてないし、っていうところで 5.5 ですね。まあ、だからすげえ、ただすげえ悪かったって、失点に直結するようなミスがあったとか、そういうところでもなかったので、まあ、5.5 って、球団点より1段階下ぐらいではあるんですけど、まあ、もうちょっと積極的にすぐパスしちゃったりとか、ね、積極的にボール運んでね、まあ、よかったのになんていうシーンもね、あったりしたので、まあね、もうちょっと頑張って、ってね、積極的にやってほしかったなっていう部分はありますけどね。で、リラ選手6ですね。リラ選手はもう立ち上がりマイナス、もう好プレーのチェックがマイナス3ぐらいまでいったぐらい全く持ってボールを収めれなかったんですけど、さっきの試合説明解説の時に言った自分から切り込んで左足シュート打ったシーン、あのシーンからですね、かなりボールを収めれるようになったりとか、前からプレス行ってねボール奪えるようになったりとかっていうところがあったので、まあ及第点かなと。ただシュートをやっぱり決めきれなかったところが大きい。まあまあ決めきれなかったけど結果的にはね入ったからいいんですが。でベンチのメンバーこんな感じですね。4枚しか今回変えなかったですね。ちょっとまあビスキ選手か北谷選手を入れて最終ラインに入れるっていう余裕はやっぱりなかった。試すっていうかコンディション調整のために使うっていうね、余裕はなかったかな結局ね。で、まあ、山本選手は、まあ、やっぱさすがだなと、まあ、ちょっと1個ね利き足じゃない左でサイドチェンジしようとしてミスした部分があったけど、まあ、それ以外は本当にやっぱさすがだなっていうプレーの選択の判断とかは素晴らしいものがありますよね。で、まあ、小林選手、パライバ選手、飯島選手全員出たけど流れ特に変えることもできず全部及第点っていう感じですかね。やっぱり飯島選手がね、とにかくフィジカルが弱すぎるかな。166センチでね、プロとしても小さい方になってしまうけど、ちょっと簡単にボール奪われすぎるっていうか、ちょっとぶつかえられただけですぐよろけてしまうっていう、キープ力が全く持ってないんで、飯島選手にボールが入った時に、今の J2 ってかなりプレス激しいじゃないですか。引いて守るっていうチームがいないので、下のチームでも。だからこういう環境下の中で、まあ足元が上手いんでトラップとかドリブルでかわすっていう選択肢はあれど、ちょっと体ぶつけられたらもうすぐ奪われてしまうっていうところは本当になんとかね、1年か2年かけて体作り頑張ってほしいなと。ただ無駄に筋肉つけすぎると自分の武器であるスピードとかドリブルがなくなってしまうので、俊敏性がなくなってしまうので、そこはバランスよくね、ウェリントンさんとかと相談しながらにはなると思うんだけど、ちょっとあまりにもフィジカルがプロレベルにないので、ね、っては思います。で、パライバ選手も今日シュート1本いい、惜しい、シュート、やっぱ彼ストライカーだね、シュートに関してもリラ選手より多分上手いし、空中戦もリラ選手より強いし、体もリラ選手より強いしってなると、俺もパライバ選手スタメンでいいんじゃねえか、まあコンディションがね、整えばね、だから大怪我しなければ多分、ポジション奪ってたぐらいの能力はあるよね、パライバ選手ね。だけど、リラ選手の方がやっぱり、まあ、あと守備に関してパライバ選手は引いちゃうんですよね。だいぶ引いちゃう。リラ選手は前から相手の最終ラインでセンターバックにプレスかけてくれるんだけど、パライバ選手って引いちゃうんだよね。あれがちょっと、まあ、前は引きすらせず守備もしなかったんだけど、加入当初はね。最近はだから守備意識は高くなってるんだけど、でもプレスっていうところではないっていうところ。まあ、あと足元もパライバ選手うまいしね。
だからそこ一個そこだよね。やっぱ甲府の戦いをするにあたってリラ選手の方がまだやっぱり優先順位は上になるっていうところはそこの部分なのかなって感じます。でも全部見てると空中戦もフィジカルも足元もシュートのセンスもパライプ選手が上回ってると思うんで、唯一その守備の戦術の部分だよね。誰あの最終ラインにプレス行くとかプレスバックとか、まあ、あとスピードもは若干リラ選手の方があるのかな、ちょっとあんま分からないですけど、まあそこで吉田監督がねあのリラ選手をやっぱ使い続ける理由はまあ、そこぐらいなのかな、俺の中では分からないですけど。で小林選手も右に入った時にすごくいいプレーはあったんだけど、ただ決定的なその1個いいすげえいいシュートがあったけど、別にあれいいシュート打ったからって評価上がるわけじゃないので、やっぱシュートに関しては決めないとね評価点に値しないですけど、まああとやっぱちょっとした、まあ、入りからちょっとミスしてしまってね、ちょっと心配ではあったんですけど、まあ徐々にっていう感じで、まあ全球大点とこうさせていただきましたね。はい。でまあ MVP が山田選手といったところです。はい、ではここで、ラスト、次回の対戦相手なんですけど、7月23日18時キックオフですね、アウェイになります。ジェフユナイテッド千葉戦ですね。千葉も調子上げてきて、ちょっと俺の中であんまりいいイメージがないので、ちょっと難しい試合になるのかなとは思うんですけど、今回の今節の結果を見ていきましょう。まあ、天皇杯ですね、これは天皇杯なんで、JA2 リーグここですね。行き過ぎた、ここですね。仙台が強い、ベルディ徳島はまあ中止ですかね。ベルディの選手がコロナの選手がいっぱい出ちゃったんで、ね、まあ、でも東京だもんな、そういえば。まあ天皇杯もね、岩田戦もうちょっと後にやるんですよね、確かね。もう終わった天皇杯、岩田戦って。ベルディと岩田、まだやってないんだよね、そうだよね。まあ、ここ 1-1 で、まあ、新潟が勝ち、大分が勝ちっていう感じですかね。まあ、そんなところですね。で、あとは、日曜日の試合、まあ、これ多分投稿されてる時には、まあ、結果は出てると思うんですけど、J2 もね。出てないかな、夕方ぐらいに投稿になれば出てないかもしれないですけど。まあ、そんなところで、一応、現状の順位をちょっと確認していきましょうか。まあね、勝ち点1積み上げたとはいえね、まあ、ここですよね。大分が勝ったと。で、まあ、あとは、長崎、横浜、岡山、まあ、町田、熊本、千葉、なんだから ここから上に勝たれるともうって感じですよね。3位からですよね、もうって感じですもんね。なのでちょっと厳しいですよね。またね、これ今現状は6点差ですけど、ここまた熊本、町田あたりに勝たれるとね、まあ、千葉が勝ってもそうだね、6点差を変わりに、だから6点差、2試合分ぐらい、2試合分以上の差がつきそうな状況ではありますね、今日の試合結果によってはね。ちょっと難しい状況に、もう吉田監督ももうプレーオフ圏内を目指すのが現実的な目標になってるって言ってましたけども、そうでしょうね。そこ目指して頑張って、結局最終的に昇格できればいいんで、プレーオフ圏内ギリギリ6位で滑り込もうと。ただ6位って不利なのが、引き分けだと負け、全部負けになるんだよね、全部勝たなきゃいけない、明確に勝ちに行かなきゃいけないんで。でも逆にいいのかもね、3位とかで、あ、引き分けでも勝ちに扱いになるんだっていう状況だと、引き分けに持ち込もうっていう余計なこう、ま、受けに回ってしまって、考えがで失点してしまうってパターンありえるんで、勝つしかないっていう状況の方がもしかしたら本領発揮できる可能性はあるよね。窮地に追い込まれたら強いんで、甲府は。なんで、6位ギリギリ滑り込むのがいいんじゃないですかね。と思います。はい。まあ、ただ、サポーターとしては、安心してね、4位、5位ぐらいで勝ち点に余裕持ちながら、早めにプレーオフ確定させたいですけどね。でもこれ、最終節まで確定しないでしょうね、この今の状況を見てると。
結構混戦なんでねと思います。ということで、また次回ジェフユナイテッド千葉市原戦のレポートでお会いしましょう。ありがとうございました。ほうじゃあちゃよ。